歌舞伎町に来たら春樹怪汁になる春樹です。はい、今回はねスペシャルゲスト呼んでおります。萩田くん、ありがとうございます。はい、もうね歌舞伎町のね、はい、超有名ホストとして活躍しながら最近ねブレイキングダウンでねもうどんどんねこう日本の話題をかっぱらうイケメン文春、イケメン文春法の萩田くん、自己紹介お願いします。ちょっとイケメン文春法のあれでストップダンディの咲とっています。よろしくお願いします。お願いします。いやね、僕の視聴者ね、はい、多分咲とくんのこと知ってる方も知らない方いるかもしれないんですけど、はいはいはい、僕はもうずっと知ってて。ありがとうございます。まずイケメンじゃないですか。でイケメンでホストでまさかブレイキングダウンでこんなにバズる人っていやすごい。ゆうしくんぐらいじゃないですか。そうですね、ホスト業界で格闘技やってあれしたのは、ね、ブレイキングダウンもホストの方たくさん出てますけど、はい、やっぱこう結果を残されてるのが少ないの中でね、今回サキト君が対談させていただいて、前編のね、様子はあのサキトチャンネルで撮らせていただいてるんで、はい、概要欄貼っとくんですけど、後半はね、サキト君のことをね、たくさんちょっと暴いていきたいなと思ってますね。今日はね、あのブレイキングダウンの勝利も乾杯あらっす、あらっす。今日何杯飲んでるだろマジで結構酔ってきてるんですよね、もう。自己紹介。歌舞伎町にある日本一の店、トップダンディっていうお店で、うん、ね、昨年度指名売り上げともにナンバーワンとなりました。すごい、そうなの、トップダンディナンバーワン、はい、そうです、すごいな、ってことは実質歌舞伎町のナンバーワン、ってことは実質日本ナンバーワン、おおおおだてるのがうまいですね。先日あのブレイキングダウンの5と6に出させてもらって、うん、一勝一敗です。うん、でも一敗の方もすごい伸びたよね。あー、坊主にさせていただいて、その時にあの坊主がこんだけ似合う人いないよ。130万回転坊主。そうっすね、坊主にするだけの動画なんですよ。俺 YouTube やってまだ130万回転いってない。え、でもカイさんって YouTube いつからやられてるんですか。でも2、3年前ですよね。割と長くやられてるんですね。そうでも最近ですよね。僕はめっちゃ最近ですね。ブレイキングダウンぐらいですね。そうですね、元々やってはいたんですけど、全然その動画自体もそんな上げてなくて、で、一回全部動画削除して、こう、あの1からね1からやり直したとかなんですね。なるほど、今ね、ほんと飛ぶ鳥を落とす勢いで、いやいや、波と女の子の上にね、乗ってるはい、はいとか言い過ぎちゃうしまあ、ホスト始めたきっかけなんですか。もともと競艇選手目指してまして。競艇って何がきっかけでやることなんですか。競艇選手にも小さい頃なりたかったです。物心ついた時にはもううちの父親からお前は競艇選手になるんだぞって刷り込まれてて、で競艇選手を目指したんです。身長もやっぱちっちゃかったんで、4回ぐらい受けたんですよ。全部どれも落ちて、そのタイミングで病気しちゃったんですよ。僕ギランバレー症候群っていう病気になっちゃって、もう受けられないって。なるほど。でそこで挫折したんですよ。その時に何もする夢もなくなって、たまたま地元の友達がホスト名古屋でするんだけどみたいな、なんか面白そうだねっつって、でホストなんだろうっつって、ちょっとノリで始めたら、かれこれもう今に至ると。いやいや、めっちゃ飛ばした。めっちゃ飛ばしたけど、飛ばして。地元どこなんですか。韓国で生まれて、韓国で、そうで日本に来て奈良なんですけど。で、じゃあ最初は名古屋で、名古屋で始めた。どのタイミングで歌舞伎に行ったんですか。もう1年経たないぐらいで歌舞伎町来ちゃったんですね。名古屋は18歳、19歳ぐらいの時にもう名古屋で、もう錦制して全然制してないんですよ。ポケモンで そういうことしてきましたし、バサラタウンみたいな感じですね。最初からトップダウンで違います、また違うお店で働いてました、はいはい、で、うん、そこで3年ぐらい働いて今トップダウンです、ね。4年ぐらいですね、トップダウンで。どんぐらいから売れ出すんですか。初ナンバーワン取ったのは割と半年ぐらい。それはもうマサラタウン時代。マサラタウン時代は取れてなくて、あ、そうなの。歌舞伎町来た半年ぐらいです。それはトップダウンで前ですね。トップダウンディって日本一の店じゃないですか。トップダウンディでナンバーワンまでどんぐらい。わ、1年半ぐらいかかりました。1年半ちょい。ナンバーワンになろうと思ってもなかなか難しいじゃないですか。むずいっすね。何がナンバーワンの秘訣だと思いますか。やる気とかそういう意欲っていうのはもちろん大事なんですよ、じゃないですか。その僕らってホストっていうか接客業で人と人とのつながりじゃないですか。その人と人とのつながりをどれだけ大事にできるかっていうのが大事かなって。ホストって喋り上手でしょとかって言われるんですけど、いや喋り上手って結局聞き上手なわけですよ。確かにね。そう、確かに。だからお客様にどれだけ話をこう聞き出せるかっていうのが一番大事で、それにやっぱこうそのやっぱ能力っていうのを身につけるなるほどことが一番僕は大事かなと思います。確かにコミュニケーション能力ってなんか話すのが上手っていう捉え方ありますけど、やっぱ相手が話したいことを喋らせるかっていうのが大事ですよね。じゃあもうズバリ一番稼げたと言えば春樹海さんの足元にも及ばないですけど、全然春樹海さんで一番稼げる。いや、まあでもまあ奥行きます。行かない行かないよ。一番最高で多分売り上げが4800万円だった時があったんで、給料2500円。
うわ、そうだっす。いや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 、すごい。ハルキカイさんからしたらもうこんなんですよ。えカイさんの最後フィッシュ聞いて。いや、リアルに。でも別にそんな変わんないっす。ぶっちゃけ、マジでぶっちゃけそんな変わんないっす。マジっすか。そう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 。今回ね、はい、ホストをやって、ブレイキングダウン出て、もうバズりまくってる中で、やっぱこう、モテるじゃないですか。いやいや、そんなモテないっすよ、僕。文章は事実なんですよ。いや、そこでしょ、絶対聞きたいの。もう、つなぎ方が無理やりだったし。どういう感じなんですか。いや、でもまあ、仲いいっすよ。ああ、さしてもらってます。誰と？それ聞いといて。そこは記事読んでください。そういった感じで、今までのその女性遍歴を教えてください。めっちゃモテてるとかって言われますけど、僕今までお付き合いしたことある女性多分本当に5人とか4人しかいないですよ。やっぱ仕事上作らないみたいな。あ、でもそうですね。はい。でも向こうは割合的にやっぱ付き合いたいって人多いんじゃないですか。いや、今いないですけどね、そんな感じの人は。どういう目的でそのお金を使う方が多いんですか。一つは、お付き合いたい。一つは、エッチしたい。三つは、やりたい。いや、全部それじゃないですか。全てそれ。何を求めてくる方が多いんですか。でも、楽しいが多いですね。僕のお客様は結構、一緒に飲んで楽しいとか、なんか飲むのが好きな方が多いんで、一緒に飲んで、なんかワイワイ飲もうみたいな感じの方が、やっぱ、8割、9割いるかもしれないね。闇系聞きたいっすね。闇系、闇。ああ。ホストクラブって言ったら、言われるのが、やっぱこう、枕。枕もありますよね。枕は 100% ありますよ。どんぐらいのペースであるんですか。いや、僕はないですよ、僕は。僕はない。僕も本当に枕ですよ。青春派キャラ。いや、本当に僕は。でも、このキャラクターでずっとやってて、売れてない時から枕とかあんましませんみたいな。売れてない子ほど枕バンバンしてみたいな感じですか。で、僕ずっとこれやってきたんですよ。本当にこれを一筋ずっとやり続けて、だから売れるまでちょっと時間かかったね。本当に俺の最初のキャバ嬢のことなんですけど、キャバ嬢でお客さんにしようよって言われる時の交わし方、休みの日に会おうよって言われた時の交わし方、こんな感じです。咲人くん、今日たくさんシャンパン飲んだし、今日は一緒に帰ろう。そっか、一緒に帰りたいのか。じゃあ、一回飲もうか。多分飲もうか。一回楽しみ飲もうか。じゃあ一緒に帰ろう。もう一回飲もうか。よしよし、帰ろう。ね、いや、飲み足りないね。飲みたら。こっすよ。そんな、こんなんですよ。もうこんなんすよ。おい、マジっす、これ。言ったら、飲ますって飲ますって盛り上げて、そこで満足度が 100% に超えたら、もうそれで満足して帰るんですよ。そんなことある？はい。今ので言ってたみたいな。言ってたんじゃないですか。逆にされたらどう思う？諦めますよ。だから、諦めること諦めてるタイプだから。なるほどね。これ多分ずっと言ってるやつ。じゃあ帰ろうって。そうだから帰ろうって。ずっとリピートする。そうだ、気づいたらもう6本くらいになってるけど。次を匂わせて期待させるようなことする方が良くないんですよ。正直ね。正直に言っちゃうのが僕は一番好き。なるほど。じゃあ次、休みの時がありますね。あ、咲人くん。はい、もしもし。今日、よかったら、休みじゃん、お店。ご飯とか行って。あー、なるほどね。ご飯？ご飯行って。だっていつも店でしか会えないから、なんかお金って思われてるのかなと思っちゃう。なるほど。休みの時は休みたいからちょっとごめんね。でも私のことじゃお金と思ってる。そんなことないよ。だって仕事お金と思ってる。店でしか会ってくれないじゃん。外でも会ってる。外では会えません。もうお金だと思ってるならもう来なくて大丈夫。マジ？本当ですから。おらえおらえじゃないですよ。おらえおらえじゃないですよ。本当にお金ってもう正直なだけですよ。え、じゃあお金と思われてるならじゃあ大丈夫だよって言っちゃうの。じゃあ本当じゃあ自分の感情にありのままに生きてるの。ありのままです。もう一回くるるる。もしもし。だけどさ、今日会える。ああ、今日か。なんでどうしたの。好きな。ああ、好きなの。好きなら考えかな。ちょっと会える。なんで？よく見たな、俺。正直すぎるのがいいでしょ。だけど一つです、僕は本当に今思いました。改めて人に恵まれてます、僕。あんまこういう電話されたことない。そうなんよ。経験がほぼない。体も求められてない。ほぼないっすね。じゃあもう本当ありのままで生きてて、ありのままで入れて、ありのままで稼げるみたいな。そうですね。入れて。天職や。共同でそれとか。
感じないんですよね。一番のストレスって、うん、マイプラスとかの撮影系が一番ストレスなんですよ。なんでなんで、かっこいいじゃん。いや、だってあれ見て人はかっこいいだけじゃないみたいな。え、だからそれが一番仕事として仕事って感じします。YouTube とか、うん、そういうのがまだストレスと感じないですけど、うん、一番仕事してるなと思います。そういうのを見て来てくださるから、うん、トップダンディで一緒に会えるんですけど、うんうん、その時によく言われるのが、え、なんか思ってたのと違うねみたいな。そっか、そっちで作ってるもんね。そうそうそう、決め顔してるもんね。決め顔ずっとこうやって何で笑ってるんですか。何で笑ってるんですか。けど家起きてからさ、そのままのノリでさ、はい、店行ってさ、はい、楽しんでって感じのスタンスだ。そう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 、うん、仕事って感じじゃないですか。飲みに行ってる。水商売って少なからず色とかっていうのは、はい、あると思ってる。ありますね。思ってもないことも時として言わないといけなかったり、うん、って思ってたけど、うん、思ってることしか言っちゃう。はい。で、僕ね、一番の悩みがあって、ね、本当に後輩とかに、うん、どうしたら売れるんですか、どうしたら指名本数で売れるんですか、言われるんですよ。マジでわかんない。お前顔や。顔で売ってないんですよ。自分の理性とか本能と戦いながら生きてると思う、はい、常にこう天秤にかけながら、はいはい、でそれストレスで、はい、こういろいろなものをすり減らしてて、うん、でお金でもいろんなものを失ってるっていうパターンあると思うけど、有名ですよね、そういう人ね。いや、そういう人も多いと思う。多いと思う。もう駆け引きってあるじゃん。さっきだもん、はい、次あの私と行ってくれたらサムダウンするよ。次ます。行ってくれたら、行ってくれたらって言われたらもうじゃあ大丈夫。それまでの価値なのかと思っちゃうんですよね。自分の価値ってどれだけ見出せるかじゃないですか。本当100万円でじゃあ寝る人だったらその価値になっちゃうんで、そうですね。そうで、しかもそれって隠せないんですよ。まあ、言えますもんね。言っちゃうし、周りに言うし、そこの価値をどれだけ見出せるかがめっちゃ勝負だと思うんで、それはすごい。売れてない時からもうずっとこれでした。大変でしたよ、売れてない時。お前マジで口だけはどうなんだよって言われてるぐらい一流ホストすぎるだろうね。口だけなってよく言われてたんで、もうちょっと最後に業界でじゃ尊敬する人って誰、はい、ローランドさん尊敬してます。なるほど。あの人はやっぱホストのやっぱブームを、ね、起こしたし、見え方も変えてくれた、見え方も変えてくれたし、あと歌舞伎町の外を出た世界行ってますからね、ローランドさんは。あ、ユースさんも尊敬してます。うん、そういう意味で言ったらやっぱ、うん、ホストを背負って、うん、しかも何がかっこいいって、ホストを辞めてもホストって名乗ってるじゃないですか。いつでもホストを背負ってやってくださる、そのお二方はやっぱ尊敬しますね。なるほど、はい、じゃあこうインフルエンサーとか YouTuber 界だったら、でもゆうたさんもやっぱ、うん、青白王子、はい、青白王子とか、うん、でもマルカーズもそうだし、やっぱ経営者でその立ち位置もあるのに表に出て自分が広告塔になってるっていうのは、いろいろ背負うものがあるじゃないですか。自分が看板になってるっていうのはやっぱかっこいいなと思いますし、そこにやっぱリスペクトありますね。撮ってる中で、ね、じゃあちょっと今後ね、ビデオ歌舞伎町の外出て、うん、もっとやっぱ自分の影響力をつけていきたいなとは思いますし、うん、あと僕もやっぱ経営とか、うん、やっぱ経営に関しては本当に1年生なんで、うん、あのそこに関してやっぱこうどん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 自分の会社を大きくしていきたいなというのと、あとホストに関してもやっぱ自分で育成の子たちがいるんで、うん、その子たちをやっぱ売らしていく、うん、最近はなんか自分が売れることももちろんですけど、自分が売れることよりも自分の後輩たちが売れていくことの喜び、染み渡るぐらい嬉しいんで。僕らはスタートマンだったんで、はいはいはい、自分一人で1000万稼ぐより、次100万稼がせるやつを10人積むのがよっぽど難しいし、よっぽど価値があるっていう、うん、そう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 、やっぱそっちの方が長い目で見た時も、はい、会社的にも多くなる、はい、そうですそうです。そうだ、ね、僕もあの毎年やってるホストを今年もちょっとやりますので、僕もねホストはまあ今年4年生です、ね、4年生になります、はい、これからもボスいただいて、いやいやいや、もうあのめっちゃ楽しみにしてます。で、あの僕あの遊び行かせてもらうので、ありがとうございます。ぜひまだね、はい、そちらの詳細とかね、はい、追って報告させていただきますんで、ではね、今後の詐欺と君の活躍と、 YouTube と詐欺とチャンネルの発展に乗って乾杯、はい、ありがとうございました。